アンティークキャッシュレジスタキャッシュレジスターは、主に商店において、商品の販売額を計算、記録する機器。日本語では、金銭登録機、日常用語の略称としては、レジと呼ばれる。本体と共に、現金を保管するドロアーと呼ばれる引き出しがイオナす。ドロア一体型と、それではないドロア分離型が存在する。1879年に、ジェームズ・リッティが発明した。 商品の売上金額を打検すると、その記録として、ジャーナルを印字し、内部の計算機にその金額を記録し、一定期間の売上金額を集計して印字する。また、任意の期間で売上をゼロリセットする機能や、マイナス登録する機能を持つ。レジ用語の登録は、文字通り売上記録をレジスターに登録することに由来する。時代とともに、 次のような機能が付加されていった。スーパーマーケットや量販店など、レジスターが何台か、集中設置されている場所を、レジカウンターと呼ぶ。生産後の商品を袋詰めするための台を、サッカー台という。レジ周辺は、会計を待つ客が停滞する時間が長いので、手に取りやすい商品を配置する重要な場となっており、レジ横に陳列する商品を、レジ横商品という。 2020年9月26日、カリフォルニア州のバークレー市議会は、健康的な食生活の推進を目的として、レジ横でジャンクフードを販売することを禁止する条例案を可決した。業種に応じた特殊なキャッシュレジスターが導入される例がある。1973年、チェーンストアローソ中立会議、一般同盟などの主要スーパーマーケットの労働組合代表らが、 レジ係の待遇改善を含めた統一要求をまとめて労働省に陳情を行った。当時は全国に2万人以上いると推定される。レジ係の大半がキーを押すのに力がいる外国製のレジスターを4から5時間も打ち続ける環境にあり、検証炎を発症するケースも出ていた。このことから当時の労働省が定めたキーパンチャーの保護策に準じた待遇を要求した。 スイカ対応キヨスクスーパーやコンビニ、駅のキヨスクで、客自身が商品を登録し、生産処理を行うレジスター。スーパー向けには、日本 NCR、セルフチェックアウトシステムや、東芝テック、セルフレジなどの商品名で販売されているが、近年は、商品登録はチェッカーが行い、その後客が近接の自動生産機で支払うことで、 現金管理の手間や生産する時間を抑えられるセミセルフレジの導入が増加傾向にある。セルフ式ガソリンスタンドで客が操作する生産機器も一種のレジスターと言える。スタヤでは DVD や CD レンタルが顧客自身で手続きできるセルフレジを導入している。一部の図書館では図書の貸し出し手続きを利用者自身の手で行うセルフ貸し出し機を設置し、 図書館職員の業務省力化を図っている。食器の IC タグを読み取り、お盆ごとセンサーに載せるだけで、合計金額が算出される食堂を向けセルフレジ。社員食堂などでは、決済に電子マネーやプリペイドカードなどを使い、完全にセルフ化しているものも少なくない。一部の割引が計算されないなどの制限がある。年月日ミニストップは、 2020年2月末までに全国の約2200の店舗すべてにセルフレジを導入することを明らかにした。ローソンは2019年9月末までにセブンイレブンも2019年内に全店に導入する計画を発表。ファミリーマートも2020年2月末までに新たに4000台を導入する計画である。アメリカ合衆国のアマゾン .com は2016年に レジ生産不要のコンビニエンスストア、Amazon GO を発表した。Amazon GO には、チェックインとチェックアウトレーンがあり、客はスマートフォンに入れた専用アプリの QR コードを、チェックインレーンで認識させ、入店し、チェックアウトレーンから出ると、自動生産される。Amazon GO は、従業員限定で店舗の試験営業をした後、2018年1月に、ワシントン州シアトルにある、 本社ビルの1階で正式オープンした。ローソンはレジを通らずスマートフォンで決済が完了するローソンスマホレジを2019年9月末までに1000店に拡大する計画である。店員が立ち会わないセルフレジやレジ生産不要なシステムは無人レジと総称されることもある。キャッシュレジスターハット AB、無人レジ世界で進化中、データ活用消費財各社にも影響。 日経産業新聞2019年7月22日。読売新聞2009年10月25日。長官11面。米歌集バークレー。レジ横のお菓子や甘い飲み物の陳列禁止に。AFP2020 年11月25日閲覧。レジ係は、くたくた労働省へ陳情。朝日新聞昭和48年2月8日。13番、3面。 急拡大する、セミセルフレジ。ダイヤモンドリテールメディアオンライン。2016年3月14日、松井順子。セルフ貸し出しの増加は何をもたらすか。図書館会64巻4号。日本図書館研究会。2016年6月10日閲覧。AAB2019 年4月12日。中日新聞長官8面 ABC アマゾン。Amazon レジのないコンビニいよいよ多店舗展開。ジャパンビジネスプレス。2018年10月11日。閲覧。ありがとうございます。